Today I'm having a chat with a Japanese mom. So I interview a lot of people in my channel, but this is the first time interviewing a Japanese mom. And I'm sure she has different perspectives, so quite interested. Yuri-san! Konnichiwa, hajimemashite, onegaishimasu. Yuri-san de iimasu. Yuri desu. Hai, hai, arigatou. So we're having a chat at Omote. It's an incredibly popular restaurant at Thompson Plaza. The reviews on Google are extremely high. And they're known for Japanese cuisine with an Asian twist. And they're kindly sponsoring this video, so I'm super stoked. Okay, here we are, Omote. Okay, now I'm checking out the menu. It looks incredibly delicious. So they got these traditional stuff like tori karaage, gyoza, but some menus are very interesting, something like crispy chili crab, Tokyo-style rack of lamb. They have interesting sushi as well. Alright, we finished ordering and we are now checking out the kitchen, and the head chef is actually Japanese. Konnichiwa, kyou wa yoroshiku onegaishimasu. Onegaishimasu. Onamae wa? Watashi Nagai to moshimasu. Nagai-san. Nagai-san, Singapore nagai desu ka? Hai, nagai. Nan nen gurai desu ka? Totasu to 40 nen narimasu. 40 nen desu ka? Wa! Tabun boku ironna nihonjin ni natte kimashita kara, saikou level ni nagai. Ah, so desu. Wow, that's amazing. じゃあ乾杯。お願いします。お疲れ様です。ユリさんってどれぐらいですか、シンガポール来て。シンガポール来て半年ぐらいになります。おお、まだじゃあ新しいというか。そうです、いろいろ行きました。お子さんで忙しいですよね。おいくつでしたっけ。今ちょうど満1歳になったばかりで。じゃあまだマシになってきたって感じですか。そうですね、でもなんかそんなに大変じゃなく、割と手がかからないので。ああ、よかったですね。なんですけど、まあ、結構家に引きこもりがちなこともあり、週末とか主人が仕事休みの時はここ行ってみようって、その目的地を決めてその行くっていうのはあるんですけど、やっぱもう紫外線が気になっちゃって、どうしてもなんか紫外線が、確かに確かに。そうですね、なんでモールとかに行きがちで。ああ、わかります、わかります。大丈夫大丈夫。あら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 、いないいないバーン、いないいないバーン。あ、受けてる、受けてる。よかったよかった。あれ、すごい嬉しそう。じゃあその最初旦那さんにシンガポール赴任決まったって言われた時はぶっちゃけどんな気持ちでしたか。マジか。英語で仕事とかは全然できないので、多分日常の生活で本当ミニマル。え、日常生活大丈夫ですか。なんか英語今喋られないとおっしゃってましたけど。あ、全然大丈夫。いや、なんか結構何言ってるか分かんないんですよ、こう電話とかで。あ、電話僕もよく分かんない、未だに分かんなくて。で、なんて言うんでしょうね、シングリッシュなのか、自分のヒアリング能力っていうのがあるんですけど、なんか全然何言ってるか1ミリも分かんないみたいなのが結構あって。1ミリも分かんないってちょっと大変じゃないですか。そうなんですよね、だから自分の言いたいことは言えるんですけど、相手が何言ってるか分かんないから言いたいことだけ言って。生活できるんですか、それで。それで生活できちゃう。心強いですね。だから皆さんもあの英語苦手な方もシンガポール OK ってことで。そうですね、なんとかなると思って。Can you try speaking English right now? Can, can, can. Oh, can, can. いけた。もともとシンガポールは来たことあったの。あ、何度か来てて、まあ、旅行とか、あと、まあ、主人の仕事でそのシンガポールに今来てるとかいう時に週末だけ会いに行ったりとか。あ、じゃあもう引っ越す前から割と知ってたってことですね。そうですね、あ、まあ、そんな全然詳しくないですけど、まあ、あの何回か来てた感じですね。じゃあ来る前のイメージと実際来て、はい、どうだったかとかって。あ、子供にも優しいし、その子供を連れてる人にもすごく優しい。いや、それ僕よく聞くんですよ。なんか、ね、日本とかは例えばなんか子供が電車で泣いちゃったりしたらすごいなんか申し訳なくなる、お母さんが、ママがとか。でもシンガポールの場合はなんかあやしてくれるおじさんがいたりとか、すごい優しいです。道とかもちょっとした段差とか階段とかあったりした時に、うん、
まあ、ちょっと頑張れば、まあ、一人で別になんとかなるんですけど、はいはいはい、なんかちょっとこんなことやってるとなんかマックの前で呼び込みとかしてたおばちゃんとかがめっちゃ遠くから走ってきてなんか手伝ってくれたりとかめっちゃ優しい。そうなんかバスとかも、もうおじさんとかもすごい降りる時とかすごいやってくれたり、もうなんか本当にすごい皆さん道譲ってくださったりとか、もう電車乗っただけで席どうぞみたいな、それはそうですよね、次で降りるんでみたいな、すいませんみたいな、心地よく公共交通機関も使えますし、バスも日本だともうそもそもベビーカーを乗せるっていう場所がないので、もう畳んで抱っこするか、もう混んでたらあ次の乗りますみたいな、そうっすよっていう事情らしいので、だからもうバスはもう日本で乗ったことないんですけど怖いから、まだまだ質問あるんですけど、はい、まずはじゃあ食べましょうか。あ、じゃあゆっくり、はい、カキからいきます。絶対うまいっすねこれ、日本産のカキって言ってたんで、わぁ、What a luxury! ウニとイクラ絶対うまいっすよこれ。Can you try reviewing using Singlish? Singlish? Oh my god! Singlish でレビュー。わぁ、わぁ、 This is gonna be great!うん、うまっ、うん、シングルシで、うん、アウサム全然シングルシじゃない、全然違う、あのショックって使います。ショック、ショック、初めて聞きました。あ、初めてです。 SHIOK ショック、最高って意味です。勉強になります。ショック、これ使うとシンガポール人喜ぶと思う。ちょっと勉強しよう。ショック、カキをこんなスプーンで食べるなんて初めて。見たよ。ん、 How was it? しよう。空気読んでくれた。これがタコの唐揚げ。はい。これもぜひいっちゃってください。いやー、いただきます。うん。美味しいですか？そう、初めて食べる味だ。え、ちょっと変わってるんですか？なんかいわゆる日本のタコカラとかとは全然違いますね。なんかすごい味付けがしっかりしてて、そもそもトリュフ乗ってるのが、まあ、その時点ですごいですよね。そう、美味しくないですか。でもこれめっちゃお酒のやつ。もうお酒何杯でもいけちゃいますね。これ最高ですね。これめちゃくちゃうまい、まあ、これめちゃくちゃうまい。美味しいですね。 That's great. I have the feeling it might be jalak. You wanna try? Yeah. ぜひぜひ。あ、ピスタチオも乗ってますね。すごいですねこれ。なんか本当面白いですねこのお店。そう、いただきます。うん、これなんか背徳感の塊みたいな。確かに。 Melt in your mouth. うまい。でも大根とフォアグラで、ちょっと珍しいですねこのお店。珍しいですね。なんか好きなシンガポール料理とか何かあります？好きなんですよ。インド料理も好きだし、中華も好きだし、うん、そのマレー系ラクサとかも好きだし、なので結構何でもいけるというか、そうです、ね、どちらかというとその環境が暑すぎてみたいな感じなんですね。環境はまあ日本の夏よりはマシかもしれないですね。でも、いや、確かに日本の夏よりはマシ。そうですね、間違いない。なんか紫外線対策大変だなみたいな。確かに、だから日焼け止めと傘みたいな感じですよね。そうですね。でなんかベビーカーの時傘させないんで、なんかまあめっちゃ塗るんですけど、一月の日焼け止めにかけてるお金がすごい。特に確かに、そこはじゃあずっとシンガポール移住のデメリットみたいな感じですよね。まあ来る前からもうそれだけは気をつけようってもう覚悟できたので、毎日塗って、まあでも焼けますね。これちょっと行きませんか。これすごい気になりますよね。これてか日本でもこれ食べないかも。うん、わお、 That is one of the freshest uni ikura caviar and got that scent of truffle. うわ、あ、ご飯がいるんだ。これ絶対絶対うまいでしょう。うん、美味しいですか。美味しくないはずがないですよねこれ。牛とか行きます？行きましょう。これ牛のたたきらしいですね。いただきます。どうしよう、うん、That's good beef. 柔らかい柔らかい。うん、美味しい。
Everything is incredibly delicious here so far. Like really, no kidding. うわあ、でも美味しそうですね、これは。これトロットロですよ。あのヘッドシェフが日本人なんですよ。だからおいしちゃんと美味しいというか。黒豚と言ってます、ね。Oh my god. Get this. これ美味しくないですか? This is the best. This is the best. 出た。So tender and the fatty part so sweet. これめちゃくちゃうまいですよ。これは。てか僕こんなにうまい角煮あんま食べたことないかもってレベル。いや本当そうですね。うまい日本でも、うん。次どれ食べたいですか?これですかね。あこれ。これ僕も気になる。チリクラブは初めてじゃないですよね。揚げた状態のこのチリクラブ的なのは初めてです。いただきます。あのなんか天ぷら風にやってるらしい。こっちの方が好きかもしれないです。え、ローカルのやつより。あのチリクラブ嫌いじゃないんですけど、あの殻剥くのめんどくさい。あ、確かに確かに。これ殻ごと食べれますからね。そうですね。うん、あこれうま。これめっちゃいいです。全部これにしてほしい。Not too spicy, but I love the tomato-y flavor, the egginess. うまい。次、うどん。わあ、カレーみたい。Now I wanted to order this menu because it's something quite difficult to find in Singapore. 焼きうどん。でも本当なんかカレーみたいというか。うん。甘い。I'm not sure if it's authentic. 甘い。No. Look at, oh my gosh, what's happening here? It's like a manga, anime. This is crazy. これすごいっすね。すごい。Wow, that is incredible. Never seen this in Singapore.でも焼きうどんちょっと違いますね、日本のやつと。違いますね。あんかけ?あんかけのなんか麺も結構柔らかくなってて、あと味付け自体が全然違いますね、うん、Thank you. 結構甘め。だからその普段の焼きうどん、日本の焼きうどんをイメージして注文するとちょっと違うかもしれないけど、うん、これはこれで美味しいと思います。ちょっと甘め。これこのままご飯のご飯いけますね、これ確かにっていうぐらい結構味がしっかりついてしてる。 I don't even know how to eat this. え、どう食べよう。だってこれ絶対落ちますもんね。ほらほら、もう落ちた、もう落ちた。わー、おーい。わー、うまい。全部うまい。これどうやってくっつけてるんですかね。これすごい、めっちゃ押してるですかね。すごい押してるんだと思います、これ。もう落ちないのすごいなって。確かに確かに、この技術がすごいですよね。シンガポール人の友達とかってできました？いやー、できないですね。できない。なるほど。作りたいですか？作りたいですね。まあでもやっぱお子さんで忙しいというか。いや、全然お子さんで忙しくもないし。あ、そうです。多分能力がないのでなんですけど。え、じゃあインスタのリンクとか載せて大丈夫ですか？いろいろ来ちゃうかもしれないですけど。あ、全然。 OK, so if you want to become friends with Yuri, send her a DM. ちなみにどれが一番美味しかったですか？これかこれかな。あ、チリクラブか角煮、間違いない。あ、僕もその2つかな。寿司もあのこの丼も美味しかったですし、あのこれタコもうまかった。確かに。Everything's good here. Like I understand why it's so crowded on a weekday night. This place is great. Come here, come here. 今日はありがとうございました。本当に。はい。また動画上がると思いますので、お楽しみに。ありがとうございました。はい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 。どうも失礼します。はい。Big thanks to Yuri-san for appearing on the show.Big thanks to Omote for sponsoring this video. The food was delicious. Definitely check it out. 10分の通りをまたい。